カレル・アブラハムは、チェコ、ブルノ出身のオートバイレーサー。6歳から11歳の時までは、アルペンスキー競技に参加していたが、その後、ロードレースに転向。2003年には、チェコ国内のロードレース選手権125、CC ジュニア B クラスで、シリーズ3位に入り、タレント・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。翌2004年は、チェコ、ドイツ、 そしてヨーロッパロードレース選手権に参戦した。2005年にはチームセンプルッチよりダディオ・ギウセペッティをチームメイトにロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たしたがノーポイントに終わった。2006年には現在も所属する父チチカレル・アブラハムシニアがオーナー兼チームマネージャーを務めるカルディオン AB もトレーシングに移籍。 2度ポイント圏内での完走を果たし、シリーズランキング24位を記録した。なお、カルディオンは、チェコの医療機器メーカーであり、ブルノサーキットで開催される、チェコグランプリの冠スポンサーとなっている。富豪である、アブラハムシニアは、ブルノサーキットを所有している。2007年シーズンは 250cc クラスに、ステップアップを果たした。クラス1年目は2度10位入賞したのが、 ベストリザルトとなり、シリーズ16位を記録した。翌2008年は2度の7位を記録し、同じくシリーズ16位となった。250cc クラス最後となった2009年シーズンは、第14戦オーストラリア GP と最終戦、バレンシア GP で、ベストリザルトとなる6位入賞を記録、74ポイントを獲得し、シリーズ14位を記録した。 2010年イギリス GP グランプリ参戦6年目となる2010年は 250cc クラス後継の元と2クラスに参戦当初チームは RSV 製のシャシーを使用していたが第3戦フランス GP からは FTR 製に変更第7戦カタルニア GP では4位に入賞した第14戦日本 GP では アレックス・デアンジェリストの熾烈なバトルを制して、初の3位表彰台を獲得、そして最終戦バレンシア GP で、トニー・エリアス、フリアン・シモン、アンドレア・イアン・ノーネラとの激戦を展開、ファイナルラップの混乱の隙をついて初優勝を飾った。2011、編集2011年ポルトガル GP 地元、チェコ GP 開催中の2010年8月14日、アブラハムは、 翌2011年からチームと共にモートジッピークラスにステップアップすることが発表された。この時点では表彰台の経験すらなかったアブラハムの最高峰クラス参戦に対しケイシーストーナーは金でシートを買ったことを非難するコメントを発した。アブラハムの父で同チームの代表を務めるカレル・アブラハムシニアはチェコの医療機器販売会社 カルディオンとチェコ GP 開催で知られるブルノサーキットを所有する大富豪。同チームは息子を WGP で走らせるために作られた。しかしドゥカティ・デスモセリチ GP11 を買ったアブラハムは開幕前の合同テストで着実にラップタイムを向上させていき、雨のサバイバルレースとなった第2戦スペイン GP では途中転倒もあったものの7位に入賞した。 第6戦、イギリス GP の予選では、ワークスのバレンティーノ・ロッシラを差し置いて、ドゥカティゼートップとなる6番グリッドを獲得してみせた。その後もポイントを重ねて、カルクラッチローとルーキー・オブ・ザ・ヤーの座をめぐって、ランキング争いを展開した。1ポイントのビハインドで迎えた、最終戦バレンシア GP では、直接5位争いの激しいバトルを展開したが、ファイナルラップに転倒。 年間ランキングでは、クラッチローから6ポイント差の14位となった。2012、編集2012年もアブラハムは、父のチームに、残留、1000cc のデスモセリチ GP12 を買って、クラス2年目のシーズンを迎える。2013、編集過去2年ルカティより出場したが、2013年シーズンから、プロトタイプのモートジッピーマシーンは1メーカー4台という、枠組みができたため、 戦闘力の劣る CRT マシンのアートアプリリアで出場することになった。ありがとうございます。